高橋光武の肖像写真。高橋光武昭和7年4月9日は、日本の衆議院議員。1867年、越後国において、父、育左衛門のと、母、義との四、男として生まれる。幼名は富吉。知人に同行して上京し、1884年に、慶応義塾に入学するものの、生活に困窮するなどして、 卒業は1889年となる。1890年に開設された慶応義塾の大学部に再び入学。在学中は、容赦の翻訳などで生計を立てるほか、聞くよと結婚する。卒業後は、新聞記者となることを考えていたが、塾長の福沢諭吉にことごと区分章を指導される。これを大いに不満に思った高橋は、同じく学生ながらも、 出版社を越していた手塚武正の提案により、関山賢治のペンネームで手塚の雑誌に慶応義塾の楽風を連載し、福沢からも上々の反応を得たとされている。1893年に慶応義塾大学部法律家を卒業。大橋左平の博文館に入社し、大橋が新しく設立した通信社である内外通信社で主観に抜擢された。 内外通信社を退社後、1895年から福岡日日新聞の主筆。7年間の福岡生活の間、当時の新聞記者としては珍しくアメリカ・イギリスへの視察を行い、欧米産業、トラストに関する取り調べ報告という報告をしている。他、地方紙として初めて輪天気を導入している。1902年に福岡日日新聞を退社後、 社長であった原高氏に認められて、翌1903年に大阪毎日新聞に入社。1906年に成立した第一次、西恩寺内閣で、原が内務大臣に就任すると、原の内務大臣秘書官となる。原との関係は、原が亡くなるまで続き、原の養子であった原慶一郎から、明治36年、父が大阪新法を引き受けたとき、 福岡日日新聞の出筆から引き抜かれて、大阪新報の出筆に迎えられた人で、次来父とは、いわゆる経営者を伴う間柄となり、父が内務大臣になれば、秘書官を務め、現内閣が誕生すれば内閣初期官庁になるといった関係であった。父も、高橋さんも、新聞記者出身というところに、何か、お互い共鳴するものがあったのだろうか。原圭一郎。 普段着の原高志と評されている。また、三浦五郎の回顧録である、漢獣将軍獣王断には、1915年に、京都御所で行われた、大正天皇の即位の礼に参列するため三浦が、東海道本線の列車に乗った際、原のいる特別車に移動してきたところ高橋が、紅茶や菓子を運んで対応したことから、後々も、三浦から、原の自重と呼ばれ、三浦が、 おい自重自重と呼ぶと高橋が返事をしたというエピソードが記されている。1908年に行われた第10回衆議院議員総選挙に、単語自か平の地盤を引き継ぐ形で立候補、初当選を果たす。以降、1930年の第17回衆議院議員総選挙まで8回連続で当選している。1913年、第1次、山本内閣で、 原が三度内務大臣として入閣すると内務省参事官となった。1918年に現内閣が成立すると内閣初期官庁に就任した。1921年11月4日、京都へ向かうため、東京駅構内を移動していた原が中岡根一に暗殺された。随行していた高橋が芝公園の指定に一報したものの、夫人に対し、総理が 総理がまで行った後、言葉が出なかったという、生前の原の遺言に従い、葬儀委員長を務めた。1929年頃から体調を崩し、図子の別邸で静養を続けていたが、1932年4月9日に、旧成人増援で死去。去年66、墓は聖火の近くのほか、原と同じ大一寺に分骨され、原の墓の近くに建てられている。 ありがとうございます。